韓国が領有権を主張している竹島。2012年、平成24年8月10日は、当時の大統領イ・ミョンバク氏が上陸して、物議を醸し出したこともありました。東日本大震災の翌年で、日本国内が、まだまだ不安な状況下での、火事場泥棒じみた行動に、批判も噴出した記憶があります。さて、そんな竹島に、急展開が起きたようです。当事国以外のイギリスとオーストラリアが、竹島を日本領土だと、認識しているというのです。今回は、竹島の領有権関連について、スポットを当ててみていきたいと思います。現在、日本の領土問題として、多くの人が認識しているのは、北方領土、ロシア、竹島、韓国名、独島、尖閣諸島、中国、台湾の主に3つでしょう。特に、北方領土については、日本地図にも載っていますから、日本人としては、学生時代に教え込まれるはずですね。北方領土に関しては、政府も、なかなか強気に出られず膠着したままです。まあ、わざと、交渉のテーブルから、外した安倍元総理みたいな政治家もいましたけどね。尖閣諸島に対する中国の圧力は非常に大きいので、嫌でも最大の係争地域として重要視せざるを得ない状況になっています。毎日のように中国海峡局艦船と小競り合いが続いていますが、中国の実効支配をなんとか防いでいる状況と考えられます。尖閣諸島を狙っているのは中国だけではありません。台湾も自国領と主張し始めているのですが、そういう台湾を自国の核心的利益と呼び、武力を使うかどうかは不明にしても、必ず統一すると息巻いているのが中国なのです。中国は台湾統一を果たすために、尖閣諸島を自動的に中国領土に組み込んでしまえば有利になりますから、日本は防衛のためにも、中国の台湾統一を阻止する必要が出てきました。尖閣諸島へ中国側の物理的な上陸を阻むことが必須ではありますが、実効支配されてしまえば、北方領土や竹島のように交渉で返還を図ることは事実上困難でしょう。日本は憲法によって紛争解決に武力行使は禁止されています。ということは、北方領土や竹島に関して、武力によって奪還することは、できないでしょう。だからこそ、老獪な政治手腕が必要なのですが、非常に残念なことに、日本の政治家に、そういう高スペックを持っている人物はいないようです。どんなに叩かれても、自分の政治生命を絶たれてもやり抜くという無視の政治家は、皆無というのが、現代日本の不幸だと思わざるを得ません。中国が、その気になれば、尖閣諸島を実効支配することは、至って簡単と見られますが、それを回避するためには、海上保安庁の艦船等による、物理的な防衛を強化していく、方法しかないと思われます。また、台湾有事に対しては、アメリカのバイデン大統領も、台湾防衛に軍事力を行使すると明言はしていますが、アメリカ国内メディアからは、まずは台湾自身が立ち向かう必要があるという異論も出ているそうです。仮に中国が台湾へ武力侵攻した場合、まず台湾が自分から立ち向かう姿勢を示さなければ、アメリカはあえて中国と対峙する事態は得策とは言えないと判断しているということでしょう。つまり、アメリカ自身が中国軍の攻撃を受けない限り、台湾有事や尖閣諸島でも、アメリカ軍の軍事介入は慎重に行うべきという世論が、アメリカ中には一定数存在しているということです。
そして、これは日本にも応用されるという現実をアメリカを頼みにしすぎる人たちは、覚えておくべきことだと思います。こんな状況下、竹島の領有権問題について、前述の通り、急展開が起こりました。日本側の主張を裏付ける、イギリスやオーストラリアの公文書の存在が提示されたというのです。場所は、東京都千代田区霞が関にある、領土、主権展示館でした。2021年9月28日から、領土、主権展示館では、太平洋戦争で敗戦した日本が、アメリカを中心とする、西側連合国と締結した、サンフランシスコ平和条約締結70周年の記念として、新しい公文書が公開されていました。歴史を振り返りますが、1945年、昭和20年、8月、敗戦国になった日本は、アメリカを中心とする、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ のマッカーサー元帥等の統治下に置かれ、7年間、1952年、昭和27年、4月まで、その状態が続きました。マッカーサー元帥は、1945年9月、いわゆるマッカーサーラインを暫定的に設定し、決められた中で、日本漁船の操業を認めましたが、韓国名で、徳島と呼ばれる竹島が、日本側の枠外になっていたことは事実です。ただし、あくまでも、GHQ サイドの便宜的なもので、1951年、昭和26年、9月に調印されたサンフランシスコ平和条約では、日本が返還する地域は、最終島、巨群島、物領島を含む朝鮮と書かれていたのも、紛れもない事実です。調印される2ヶ月前、1951年7月、韓国政府は、上記地域に、徳島を追記してほしいと要請したそうですが、翌月に、アメリカ側は、徳島は、日本の竹島と認めて、韓国の要請を拒否しているのです。当時、初代韓国大統領であった李承晩、李承晩は、不服として、1952年1月、いわゆる李承晩ラインと呼ばれる境界線を勝手に引きました。マッカーサーラインの真似ですが、徳島を含めて引いたので、強引に韓国領土に取り込んだわけです。サンフランシスコ平和条約の記述にも背いている、李承晩ラインの宣言に、翌2月、日本もアメリカも、このラインを認めることはできないと、抗議しましたが、韓国は聞き入れず、それから70年以上経った今も、徳島の実効支配を続けているのです。竹島の帰属について、これまで、韓国側は、アメリカ一国だけが、日本の領有権を認めているに過ぎないと述べ、サンフランシスコ平和条約を締結した連合国の総意ではないという主張を繰り返してきました。しかし、今回、領土、主権展示館で展示された1951年1月付のイギリス公文書には、竹島を日本の領土とするアメリカ国案にイギリスが同調したことを、連合国の一国であったオランダに示したことが、はっきりと記載されているのです。また、同年7月、オーストラリアの外務省が、当時韓国プサンに駐在していた、同国外交官に送った電報も展示していましたが、その文書には、従来の韓国側の主張を覆す内容が書かれていたそうです。具体的には、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が破棄すべき島、最終島、巨群島、物領島に、徳島を加えるように要請したものだったのです。その破棄対象に、徳島を加えることを了承させるため、韓国側は、地理上の位置を偽って要請しているので、オーストラリアとしては容認できないという見解が示されていました。
この領土、主権展示館で掲示された日本の主張を強化する、新しいイギリスやオーストラリアの公文書に対して、韓国側は、どう出るか見物ですが、多分、今まで同様、自分の都合の悪い事実を黙殺することでしょうね。とはいえ、韓国側が無視し続けると分かっていても、こういった地道な証拠や公文書の提示等によって、韓国の主張へ抵抗し続けることには大きな意義があることは言うまでもありません。自分たちの嘘がバレても、韓国は2007年、平成19年、に収益させた強襲揚陸艦に、徳島と命名、国内世論の反日政策への誘導を続けています。それ以降も、日本への対地攻撃を意識した潜水艦、島山安正弘を配備し、この艦の最終型である、バッチ3では原潜化を施行、国産初の3万トン超級の軽空母計画を開始していますから、どこに向けた軍備なのだろうかと突っ込みたくなります。日本は自国領土でも一度実効支配されてしまえば北方領土のように手も足も出なくなってしまうので、こうした前例を無駄にすることなく尖閣諸島が同じ状況に陥らないように政治的行動を期待したいものです。